皆さんこんにちは、菊池亜美です。こんにちはは深いね、お辞儀が。はい、今ですね、1歳半検診に行ってきました。すっごい久しぶりにね、検診があって、1歳検診はなかったので、あ、ママのリップついちゃった。一歳検診っていうのがね、うちの区ではなかったんですよ。なので、いつぶりだろう、ちょっと待ってくださいね。お手帳を見ます。9ヶ月10ヶ月検診以来だから、本当に半年以上ぶり。すごいね。私が一個だけ不安だったのが身長の伸び。まあ、もともと小亜美さん3ヶ月とか4ヶ月ぐらいから小さめではあったんですよ。生まれた時は標準の身長だったんですけど、3、4ヶ月ぐらいから、まあ、成長曲線の中には入ってるけど、成長曲線がこうあったらこの辺だったんで小さめではあったんですけど、保育園でね、1ヶ月に1回身長と体重を測ってくれるんですよ。それを見ると、半年ぐらいなんか伸びてないじゃんってなって、73センチって来たんですね。まあ、もちろん保育園だから、その病院ではないし、今すごい動いちゃうから、多分そんなに正確には測れてないっていうのは分かってたんですけど、にしても73センチって小さすぎないと思って。だってね、母子手帳を見てみると、9ヶ月10ヶ月の時に 68.4 センチでしょ。多分1歳ぐらいの時にもう72、3センチだったんですよ。だから全然伸びてない、どうしようと思って、まあ、うちね、1歳ぐらいの時にもうミルクをやめたんですよ。何？どれどれどれ？あ、じゃあさ、ママの携帯ケースは？これは？やだ。じゃあ、これは開けれないでしょ。これ違う。よかった。これママのだから。これ？これか。母子手帳ケースでした。何話してたっけ？本当何話してたっけ？身長が、そうなってみて。ちょっと何、どこまで話してたか忘れちゃいました。本当にすいません。まあ、とにかく身長が悩んでたの私で、あともう一つはお腹の出具合。すっごいね、小亜美さんご飯食べた後にお腹がポコって出るんですよ。でそれも悩んでたっていうのと、あ、思い出した、さっき言おうと思ったの。そう、1歳でミルクをやめたんですよ。そもそも母乳は最初の多分3、4ヶ月ぐらいで卒業したんですね。で、まあちょっとデモがじゃない、すみません、ちょっと母乳の出が悪かったっていうのもあってやめたんですけど、確か。でそっからミルクにしてて、で小亜美さんは3食離乳食を結構な量きっちり食べてたので、まあ、もうミルクは必要ないかなっていうので1歳ぐらいでやめたんですね。でフォローアップミルクを飲もうと思ってたんですけど、まあフォローアップミルクも多分1ヶ月ぐらい飲んで、そっから徐々にもうご飯すごい食べるじゃんっていうのでフォローアップミルクもなくしたんですよ。でそれがやっぱ良くなかったのかなとかすごい思って、でまあいろいろ調べたりとか、小亜美さんが風邪ひいた時に病院行ってそのついでに聞いたりとかしてたんですけど、フォローアップミルクか牛乳は飲んだ方がいいっていうお医者さんもいれば、ご飯食べられてるんだったらいいっていうお医者さんもいて、どうしようってこれは悩んでたんですよ。でも1歳半になった時の検診に行く前に保育園から来たメールだと73センチってなってて、あ、ちょっと伸びが止まってるなと思ったから、すっごい久しぶり、半年ぶりぐらいにフォローアップミルクを再開したんですよ。朝に200、夜に200ミリっていうのを復活させて、でも毎日じゃなくて、やっぱりうんちが緩くなっちゃったりとかもしたから、日によって飲んだり飲まなかったりする日が今出てきてるっていう感じだったんですけど、今日検診行ってみて 77.8 センチだったんですよ。そもそも保育園で1ヶ月に1回測ってくれるっていうのがすごくホスピタリティのいい保育園って私は思ってるんで、むしろありがとうございますって思ってるんですけど、まあそりゃ誤差はありますよね。なんで 77.8 センチだから本当にもう成長曲線ど真ん中だったんですよ。で体重も 9.7 キロでもう本当にど真ん中、どっちもど真ん中だったから全然問題いらなかったんですね。でお医者さんに聞いても、ご飯の食べ具合はどうですかって言われて、めちゃめちゃ食べます3食っていうのを言ったら、まあフォローアップミルクもいらないんじゃないみたいな
な。でも気になるんであれば全然飲んでもいいし、日によって飲むこともいいと思いますよって言われて、あそうですよねって言って、だからちょっとちょうどフローアップミルクまだ開けてない缶が余ってたから、なんかちょっとご褒美的な感じで今たまに飲ませたりしてます。あとはそのお腹のポッコリ具合も、これは本当に人によるからって言われて、ポッコリしやすい体型ってだけで全然大丈夫ですよ、まだ小さいからって言われて大丈夫でした。あとは、まあ、言葉とかも不安なことありますかって言われて、いろんな時にまあまあパーパーとか言うんですけど、私を見て例えば仕事から帰ってきました、ママって言って抱きついてくるとかないんですよ。それ大丈夫ですかねっていうのを言ったら、他に何か喋りますかって言われて、ちょうどアンパンマンのね絵が描いてあったんですよ。でそこでアンパンマンって言ってて、であとワンワンとかも言いますっていうのを言ったら、あワンワンとかアンパンマンとか言ったり指さしてねんねって言ったりとかするんだったら大丈夫ですよって言って、それはもう何を喋るか、パパママは言わないけどアンパンマンワンワンは言うみたいな、本当にそれは人それぞれだから大丈夫ですっていうのを言われました。あとは積み木をやったんですけど、コンビさんの積み木めっちゃ得意なんですよ、なぜか家で遊んでるのと、あと保育園とかでね遊んでるからかもしれないんですけど、上手に積んでて、で積めないなと思ったんでしょうね、落ちちゃうなと思ったから横に積み直してたんですよ。なんでそれはねちょっと褒められましたね。え何してるんですか、それちょうだい。あー予防接種の紙をすんごいちっちゃく折りたたんでました。あでもね、あの久しぶりにちょっと検診とか行って、やっぱり本当にね妊娠中も不安なこととかたくさんあったんですけど、生まれてきてもっと不安なことがたくさんあって、で1歳になって1歳半になってどんどんその時とは違う、もうその時によっての不安がたくさんあるから、なんか親になるって本当不安がつきものなんだなってすごい思いましたね。でも楽しいこと可愛いことも倍増してきて、この不安も取っ払いたいってわけじゃないんですよ。なんか心配不安があることによってもっと我が子を見てられるみたいな。だってこんなね1歳半に過保護も何もないじゃないですか、過保護なの当たり前だし、だからちょっとね不安もたくさんあるんですけど、検診行って大丈夫かなと思ってたことも晴れたのでよかったなと思います。はい、てな感じで1歳半検診でした。ちょっと内容がすっごく薄っぺらいんですが、今ちょうど1歳半検診から帰ってきたのでこの流れで撮っちゃいました。ちょうどもうすぐご飯が炊けるのでご飯にします。バイバーイ。